この工程のポイントは上下リネン図です。リネン素材は夏にぴったりですね。中はタンクトップボーダーに合わせます。着慣れ感を表現する場合は袖を巻くことです。アクセサリーは大好きなゴールドです。リネンにぴったりな靴はサンダルです。バッグは天然ラフィア素材で夏にぴったりな素材です。このコーデのもう一つのポイントは、暑い時にシャツを脱いで肩をかけば真夏に日でも過ごしやすいだと思います。このコーデのポイントは定番のリネン素材でバミューダーとスタンドカラーシャツです。中は白ニットブラです。シャツからちらっと見せるのが夏のポイントです。夏なので下ろしてるよりインした方がシルエットがすっきりしてバランスを取れます。もっとすっきりするなら袖を巻くことです。ネイビーのイメージはクールなので、寄せらしさを表現するならパール、ゴールド、アクセサリーに合わせます。靴はバレーチュースで、バッグはベージュのレザーバッグです。このコーデはパジャマ風になります。ドレープ感あるサテンパンツとエアリズムオーバーサイズ T シャツに合わせます。一旦パジャマ風に見えるんですが、インすることでお出かけコーデになります。お出かけコーデなので袖を巻くのはおすすめです。パジャマ風の印象を勝つならパールアクセサリーに合わせます。紐サンダルはすっきりな印象で、バッグは夏の代表のカゴバッグに合わせます。このコーデは毎年定番ブラック、ボリュームあるコットンワンピースと白ニットブラに合わせます。このワンピースが背中見せるデザインなので、白ニットブラはちらっと見せるのはポイントコーデになります。アクセサリーは小さい石が入っているのがブラックワンピースにぴったりです。ボリュームがあるワンピースだから小さめなバッグとサンダルに合わせます。このコーデは白いバミューダーとライトグレーのシアベストになります。シアベストは大きめのサイズを選んでいるので、インするのはおすすめです。また上下淡い色でベルトをすると綺麗なシルエットに見えます。付け重ねのネックレスはもっとポイントになります。背高く見せるならヒール、紐サンダルに合わせて、バッグはブラックにします。このコーデは今年大人気ブラックタックワイドパンツとトレンドのブラックリネンベストをセットアップします。真夏なのでベストはトップス1枚として利用しています。フォーマルなイメージなベストはカジュアルに変身します。合わせるアクセサリーは大きめなイヤリングと重ね付けゴールドネックレスです。サンダルはヒールがあるフラットにします。オールブラックなのでバッグは白にします。このコーデは真夏にぴったりなブラックキャミソールワンピースです。
すごく暑い日に白ニットブラに合わせます。チラッと見せるのはこのコーデのポイントです。暑い日なのでシンプルで小さいなゴールドアクセサリーにします。履きやすいバレーシューズと白バッグにします。このコーデは外にいる場合は最適なんですが、デパート、電車の中はちょっと寒くなると思います。そういう時にブラックカーディガンに合わせます。 I try